いろいろ情報を、正しい情報をキャッチして安全に過ごしてくださいね。はい、というわけで今日はですね、5枚目シングルのシャベットピンクをラジオの方で FM 新潟さんの方で初解禁いたしました。イエイイエーイ、嬉しい。はい、シャベットピンクもう聞かれた方も多いですかね、どうだろうラジオお疲れ様ってありがとう聞いたかなめっちゃいい曲だった、嬉しい。あ、だから洋服はピンクなのかって、そうなのなんかここ最近結構シャーベットピンクに合わせてピンクの服だったり、そうスマイルスタジアムのロケもちょっとそうなんですけど、ピンクのワンピースにしてみたりしてますはい、マスクもピンクだったねって、そうなの、マスクもピンクだったはい髪気味でした、そうなんですよ、噛んだね、ちょっと舌が最後回らなかったですはい、というわけでどうだったかなね、シャーベットピンクめっちゃいい曲じゃないですかイントロで泣きそうになったって、嬉しいですね神曲、神曲だったって嬉しい、そんな風に結構最初の方から言っていただけるなんてとっても嬉しいですね。サビが良いって、確かにサビ好き、私も君らしいシャーベットピンク、もうどれだけこの曲言いそうになったことかようやく解禁できてとっても嬉しい限りです。これでね、早く MV もね解禁されたらいいなーなんて思うんですけど、はい、ねえ17時になると思って作業中断しましたって、嬉しい、中断して聞いてくれたのかな、ありがとうございます。 MV 早く見たいってね、 MV 私も早く見たいですね、うん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 、ラジオ聞いたよってありがとうMV 楽しみすぎるって、新曲はいつ発売ですか？7月22日です。よかったらチェックよろしくお願いします。今週くらいかな MV って。確かに今週くらいかな。早く見たいよね。見たいよね。君らしいシャーベットピンク似合ってるスカートの色、とってもいい曲ですよ。うん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 、目の前で歌ってる姿見たい、確かに早く披露したいですね、皆さんの前で。発売が楽しみって、私もすごく楽しみ、うん、空き缶パンクみたいって、空き缶パンク、そうかな、空き缶パンクちょっと待って思い出す、夢も希望もいらんね、そこからそこからかいって感じだけど、空き缶を蹴飛ばすように、うん、そうかなそうかな、君らしいシャーベットピンク、ぜひたくさん聴いてください。はい、あ、今でも好きな人とやっと会えたホリデーはいつ来ますかそうですね、あともうちょっとかな、もうちょっとかなねうんうんうん、歌詞覚えるくらい聞くねって、あ、嬉しい、ありがとう、聞いてね。でも結構なんだろう、すごい、なんて表現すればいいんだろう、なんというか、これまでの楽曲よりこう癖がない感じで聞きやすいのかなと思います。でもこれまでの NGT 曲もすごくすごく好きよ、うん、はい
手にヘビロテって嬉しいですね、ありがとう。振り付けが楽しみ。お、振り付けもねいい感じです、うん、MV に映ってるんじゃないかな、どうかな、うん、いい曲って嬉しいですね。夏の野外フェスで聴きたいって、おー、でもね今年の夏はねちょっとねいろいろコロナの関係とかでフェス系ができないんじゃないかなと思うので、ちょっと難しいかもですけどね。うん、 FM 新潟聞いたよってありがとうございます、嬉しい。もじゃさんに感謝って本当に、なんか今日はもじゃさんと久しぶりに会って嬉しかったです。うん、なんだろう、やっぱり一番もじゃさんは私たち NGT の一番初めてのラジオ番組でご一緒させていただいた方なので、もう本当になんだろう、発足して加入して2ヶ月3ヶ月くらいの時からもうずっと一緒にご一緒させていただいていた方なので、もう本当になんだろうな、加入してすぐの私たちから知ってくださってる方なので、なんかこうやってラジオでまたご一緒できてすごく嬉しかったですし、なんか一つ一つの言葉が優しくて嬉しかったです、うん、私なんかねすごい笑っちゃったもじゃさんそこにいてくれるだけで、はい、なんだろう、ラジアク聞いてくださった方はさ、すごい分かってもらえるんじゃないかなと思うんですけど、ラジアクでのもじゃさんってめちゃめちゃいじられキャラなんですよね。なんだろう、私と同じくらい、はい、あるとホッとするよねって、うーん、ホッとしましたしかもね今日ねもじゃさんねなんかかっこいいセットアップなんか着ちゃったりとかしちゃってねはい、なんかそんなところでもほっこりというかニヤニヤしちゃいましたはい、そうなんですよだからなんかラジアクが懐かしくなりましたし、楽しかったなーなんて思いながら、そのブース、今日お邪魔させてもらったブースもラジアクの収録とかで使わせてもらってたブースだったので、なんか懐かしいなとか思いつつ、はい、すっごく楽しかったです。短い時間だったけど、うんはい、そんな感じでした。おしゃべり会で歌ってくださいって、大丈夫かな、拙い歌ですけど大丈夫はい、またご一緒できるように頑張りたいなと思いましたし、やっぱねラジオっていいなって思う瞬間がここ最近結構ありますね。それこそ FM ポートが閉局しちゃうっていうタイミングだったりとか、すごくポートで NGT のことを思い返す時間があったりだったりとか、今日の FM 新潟さんラジオアークしかやらせてもらってた曲なんですけど、ラジオアークもやっぱり30分番組だったけど、毎回すごいメンバーのいいところを引き出してもらったりとかしてすごく楽しかったですし、うーん、すごいなんかいいなって思う瞬間がやっぱりありますねカップリング曲の解禁はいつだろうって、ねえいつなんだろう、本当に全然何も知らない。カップリング曲いつ解禁されるんでしょうね、絶望の後でとか。私それこそ研究生曲とちっちゃいもんの曲を全然全く知らないので、はい、早く聞きたいです。参加楽曲はもう何回も聞いてるんですけど、そうなの、うん、そろそろかなってね、どうだろうね、うん、明日解禁にしてほしい、いいね、明日にでも解禁されてほしいうん、嬉しい嬉しいはい、
なんだか今日は嬉しいなって、嬉しいですね。そう、あのシャーベットピンクも解禁されたんですけど、インスタグラムの方でクラシさん、うん、いなかった、悔しい。はい、なのでそちらの方も楽しみにということで。ぜひ、そんな感じですかね。なんか結構いろいろお話できることが増えてきて嬉しいです。楽曲も解禁されたということで。あ、そう、昨日はですね、村上を巡りました、地元を。そうなんですよ。そう、その投稿をインスタグラムにしたのでよかったら見てください。本当なら今日は地元のお祭り、村上大祭の宵祭りで、そう、本当ならね、毎年この日のこの時間っていうのはもう本当に明日に向けて、なんだろう、地元のお祭り熱がどん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 加速していく時間帯なんですけど、今年は村上大祭がコロナの影響もあって中止ということで、中止というか開催できないということで、そう、すごく残念なんですよ。そうなんですよね。はい、なので昨日は浴衣を着て、その村上大祭にまつわる場所だったりとか、あとはなんかすごい村上の、なんて言えばいいんだろう、まあとにかくお楽しみに。生写真になる予定ですので、とにかくお楽しみに。はい、浴衣似合ってたよって、ああ嬉しい、見てくれたの、ありがとう。はい、そうなんですよ、浴衣と帯がおしさいカラーだったね。そうなんです、それはそうしました。そうなの、水色の浴衣に黄色の帯の浴衣を着ました。どこお祭り中止だよねって、そうなの、残念。お祭りすごい好きだし、やっぱりお祭り好きなんだよね。なんだろうな、村上大祭が結構地元では大きいイベントだったから、毎年すっごい楽しみだったし、なんだろう、村上大祭があると来た、夏の始まりだって感じがしたから、すごく好きで、なんかお祭りに行けないとなかなか自分の中で夏が始まらないなっていう感じがします。ね、花火大会とかもね、そうだよね、すごく残念。はい、今年は日向祭りが日本一かな、確かに今年は日向祭りが開催されましたので、あ、まあちょっと夏を感じるには物足りなかったかな、その時冬だったしね。ねー、すごく残念なことが多いですけども、でもなんだろう、そんな中でも楽しんでもらえるものを提供できたらいいなと思いますし、その一つとしてそれがシャーベットピンクであればいいなって思います。金魚すくいがしたいって、金魚すくいとか絶対取れないもん。すぐ穴開けちゃうんだから。はい、ね、出店とかもね楽しめなくてね、すっごく残念、残念ですね、寂しい。わたあめ食べる？わたあめは今はもう食べないかもな。何やるかな。でも去年の夏は射的にハマったので、はい、射的めっちゃうまくなりました。そうなんですよ。あとは祭り的にポップ焼きは必ず絶対買ってた帰る、なんだろうな、市場が開いてる日でちょうどそれで、はい、行きました。そうなんです、祭り以外でも買えるんだと、確かに祭り以外でも買える時ありますね。
なんかそのポップ焼き屋さんは露店とかではなくて普通にお店があって、うん、ちっちゃい頃からすごく好きです。なんかちっちゃい時はおまけとかしてくれたりとかして、そう、一本おまけでもらってそれ食べながらおばあちゃんと一緒にそうなの。ポップ焼きはあの新潟のソウルフードです。なんかね、蒸気パンでなんか黒糖味なんですけど、すっごく美味しい。焼きたてがやっぱり一番かなあ、蒸気パンって言いますね。私は結構ポップ焼きじゃなくて蒸気パン派かなそうなんです。トーストしても美味しいよ。だって確かに冷めた後とかね、温めて食べるもんね、いいですね。あ、蒸気パン派の方いた、嬉しい、一緒なんでポッポなの。ポッポはあの蒸気のポッポだと思ってたけど違うのかな。そうだと思いますぜひ新潟に来た際には食べてもらえたら合ってる？やったねえ、明日はね、本当だったら、明日は七夕だからね、本当だったら村上大祭なんだけど、なんかやっぱり村上大祭がない七夕なんてっていう気持ちはやっぱ拭えないですよね。うん、新潟豆って、新潟豆降ってますね。もうね、部屋がね、湿気ですごいんですよ。もうアホ毛もくるくるするし、毛、そう、私くせ毛だから、もうどんどんうね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 広がる広がるそう、このね、前髪とかもね、普通にね、こうやってセットしてたんですけど、もう湿気で、ああもうダメだこれはと思って、そう、流しちゃいました。そうなんです。ラジオが終わったらすぐ次の取材、お仕事があってみゆみゆと一緒に入れた時間1時間もない。悲しいです去年は握手会も浴衣だったんで。そうなのよね。なんか夏といえばここ数年、まあ結構浴衣で握手会だったりとかがあったので、なんか浴衣で握手会するのは結構夏も感じられるし、すごい楽しくて好きだったんだけど、今年はなさそうで悲しいで。ピエンからのパオン、うん、ピエンからのパオンはい、泣いたー浴衣好きなんですよ。あー、ワンショット写真会とか懐かしいね。ねえ、懐かしいね。動画会とかね、またそんな日々が戻ってきてくれたらいいなね。お姫は元気で、姫ちゃん元気ですよ。今の、今現在の状態はちょっとわかんないですけど、はい、結構ここ最近はあの熱盛のグループ LINE で結構一緒に通信したりとかしてます。この間は一緒に素潜りしました、みんなで、はい。それこそあのモフちゃんの誕生日、日付変わった瞬間にモフちゃんと一緒に素潜りしましたゲーム内で、はい。豆と家具揃えてる、揃わないのよ、信じもらえないから、はい。そうなんです、昨日だったね、はい、そうなんですよ。なのでリアルに素潜りしたかと思った。リアルではちょっと難しいです、あのちょっと A ボタンがないと
A ボタンと Y ボタンがないと素潜れないですそうなんですよ、うん、リアルならビビるって新しい趣味そうなんです。もひちゃん元気です。少なくともゲームしてくれるくらいには感じですね。なんかここ最近は結構皆さんにお知らせできることが多くてすごく嬉しいなと思いますなんかちょっとでもそのワクワクしてもらえてたら嬉しいなと思うし、楽しんでもらえてたらいいなって思いますね。あとは MV が解禁されたり、あとは絶望の後でのこと、絶望の後での MV だったり楽曲が解禁されたら、なんかいろいろもっとお話できることが増えるんじゃないかなと思いますね。そう、リリースまであと2週間とちょっとなので楽しみです。毎日なんかあるもんね。確かに毎日何かあるねはい、結構山登りの方も反響をいただいてありがとうございます。絶望の後で、はい、山登らせていただいておりますそうなんですよ。やっぱりみんな早く MV が見たいって気持ちになりますよね。私も早く見てほしいし、自分も見たいし楽しみ、すごくね、ね、見たいっていうコメントたくさんありがとうクマよけの鈴つけてたけどクマ出るのかな。なんか初めて 1000m 以上の山登ったんだよね私普通に山登りつらかったです、はいしかもその日、その山を登る予定の日があんまり天気予報良くなくて、そう予定をめちゃくちゃ前倒しして登ったので、そうめちゃくちゃ朝早くから登りました。懐かしいな踊り始めるっていう。涙を拭いたらさよなら悲しみよ、ちゃちゃっち。そっか、カウントダウン TV か、月曜日ですもんね。ライブライブか、嬉しいですね。ネモス企画で富士山ぜひ。確かにネモスと言ったら富士山みたいな感じのところはありますねはい、あなたも NGT でいろんなことやってるね。確かにいろんなことを最近はやらせていただいてますね。嬉しいですなんかいろんなことをもっとみんなにお届けできるようにちょっと頑張りたいと思います。はい、富士山には登らないですね。そう、 MV 撮影で富士山じゃない山に登りましたといった話でしたまあそのお話はちょっと MV がいろいろ解禁されてからお話ししたいなって思うことでもあるので、早く MV 解禁されてほしいですねうんうん、新潟へ登山といえば弥彦山はあのあれだよ、あのスカイツリーと同じ高さなんですよ。武蔵634m それよりかは登りました、はい、それ2個分以上くらい、2個分くらいかな、はいあ、そう、土曜日のスマスタも楽しみなので結構
みんなにはチェックしていただきたいものがいろ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 控えております。9日ボム発売ですしね、忘れてないよね。忘れてないよね。大丈夫だよね。はい、そうなんですよ。なんちったモムは全国で手に入りますので、ここのカーボム忘れないでね。あ、ビスの発売は9月とかもうちょっと先なのでお楽しみに。全部チェックするよって。ありがとう。なんでボムチェックしてないの。9日発売ですよ。よろしくお願いします。9日は水曜日、うん、水曜日じゃないくない、木曜日です。はい、ゴムは予約済みって、わ、嬉しい、ありがとう、嬉しいですね。あ、そう、あのミルさんが表紙のやつです。ボム？違う、ボム。よろしくお願いします。あ、新潟は確かに金曜日に発売になっちゃうかもですね。はい、よろしくお願いします。あ、有野さんのコラム見ないとって、確かに有野さんのコラムもぜひチェックしてください。よろしくお願いします。というわけで今日の配信も見てくださって本当にありがとうございました。また配信したいなと思いますので、よかったらフォローしてみてください。というわけでじゃあねー、バイバーイ、明日も頑張りましょう、バイバーイ。